私平塚に住んでるんですけども、 J リーグっていうのがね、J リーグ、当時 J リーグ、ベルマーレ平塚っていうのがありましてですね、ベルマーレ平塚、当時は、今湘南ベルマーレですか、ベルマーレ平塚って言って、市民が、ベルマーレの、応援歌を作りましょうと言って募集があったんですよね。で、私応募しまして渾身の名作だったんですけれども、シールが届いて残念でしたという手紙が来ましたけどね。その時にあの
どなたに、誰に歌っていただもらいたいですかというのがありましたね。私はその、チェッカーズの、藤井フミヤ、っていうのがありましたよね。この人の名前を書いて出したんですけどね、結局シールが届いて、残念でした、けどね。で結局、応援歌は誰の作った曲になったかというと、渡辺貞、サックスのね、あの人の作った曲になって、市民が作ったのはどうなったんだろうみたいな、ことになってましたけどね。渡辺貞が、競技場に来て変な太鼓を叩いてましたけどね、市民が一生懸命市民が、ね、作るって言ったらいいなみたいな思ってましたけどね。市民なんですか？私？渡辺、いや違います、全然違いますよ。だからなんだろうなみたいに思ったんだよね。そんな話をしてしまいました。違います、それも違います。なんかあの声がね、なんとなく、すっきりしてていいかなと思ったんですけどね。今、歌うんですか？その歌うんですか？いや、それ覚えてないんですよ。結構ね、応援歌っぽく作っちゃったんですね、私。サッカーなのに。サッカーって、オーレオーレみたいなさ、オーレオレオレオレみたいな、感じで作らなきゃいけないのに、渡辺貞さんが作った曲もそんな曲でしたよ。オレオレしか言ってないんですからね。ほとんど歌詞ないみたいな。私、昔のドンドドンドドンドこういう感じで応援歌作ってしまいましたんでね、全然ダメでしたね。軍歌みたいになっちゃいましたね。次の曲はいけない遊びといいます。昼下がりつぐらい部屋で
出されていました。先ほど哲也さんがですね、生い立ちのような、青春時代を、話してくれましたけどもね、私も生い立ちはあるんですけども、私の場合とても長い話になってしまう、長い間生きてるんでね、生い立ちも長くなってしまってるんでね、あまり、語りませんが、語らないですか。語らない、質問等あれば語りますが、衣装はどこで買ってるんですか。衣装は普通にお店で買ってますけど、はい、衣装は女性用の、もうそうですね、女性用のヘッチャラで買いに来ますけどもね、どこまで聞いて大丈夫ですか。全然ヘッチャラですよ、何でもいいですよ。あのお店なんか行ってね、女性用のこのスカートかわいいななんてやるとね、やってるとですね、大抵あの衣料品店ってね、鼻がムズムズっつってくるんですよね、ほこりっていうかね、細かい柔らかい、思いっきりおっさんのくしゃみをしてしまいましてね、やって慌てて逃げたりとかしますけど、ね、くしゃみとか咳はなかなかね可愛くできませんのでね。何話してんだよ。さっきね、マイナンバーの話してましたけどね、私はマイナンバーを取り扱うような仕事をしてるんで、質問があったら何でもお答えしますけどもね、届いてますかね皆さんね、カードにね作る必要はないんで、通知カードのまま保管しておれば十分だと思いますけどね、使い道ないですからね、実際ね、住民票が、スムーズに取れるとか、住民票しょっちゅう取っ換える人もいないしね、印鑑証明しょっちゅう取る人もそんなにいないしね、そんなことが、スピーディーになってもあまり書けないような気がします。写真はつけなくてもいい？いや、写真はカードを作る場合はつける。ほっといた方がいい？いらなければね、カードがいらなければほっといてもいいと思います。番号覚えてればいい？いや、覚えてる必要もないです。何かあったらコピーとかを、出せばいい。多分サラリーマンの方ですと、今年末調整がありますけどね、一緒に提出してくださいとかね、今年の年末調整の用紙に名前など書く欄がありますからね、今年配られているのは28年分といって、来年をこれでやってくださいという、用紙なんですけども、28年分であるために前ナンバー書く欄がありますんでね、別に拒否しても大丈夫ですんで、法律的にはね。そんな、話をしてしまって、なんかテンションが下がってしまいましたけど。タイトルせん。いや、いいんですけどね。化粧は何使ってる？化粧はね、いろいろ使ってますね。あんまり、そんな、高級品は使ってもいいですけどもね、普通の、化粧品屋さんの化粧品を使ってますけどね、じゃあ次の曲をいきますよ。今日はね、私黒で決めてますけどもね、なんで黒で決めたのかはちょっと後でお話ししますけれどもね、今日は黒です。冬ですんでね、冬らしい曲いきます。今日も
数日前にですね、私の同い年のやっぱりこういうふうにライブをやっている友達、19歳の時からね、一緒に、友達が突然、亡くなってしまったんですけどね、そんなわけで、茅ヶ崎にね、住んでたんですけど、茅ヶ崎から横須賀行って、今はというか、最近まで九州に知ってる人はあまりいないかどうかわからない神谷君というのがいたんですけどね、その友達の曲を最後に、歌いたいと思います。まあ、時々歌ってる曲なんで、なんですけども、横須賀の海からというのを、歌います。
踊った。